海上自衛隊の次世代最強護衛艦を知っているか？もちろん知っているわ。ガンダム TR-1 のことでしょ？随分マニアックなのが出てきたがもちろん違う。海上自衛隊の次世代最強護衛艦は、最上型で、続々収益中なんだぜ。これは気になるわね。ということで今回は、海上自衛隊次世代最強護衛艦最上型を次々収益へ、ステルス化された艦も少人数運用化、お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後まで、ゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、海上自衛隊の最強護衛艦、最上型が収益するのには、現在、日本の軍事的に置かれている状況が決して優位とは言い難く、早急な立て直しを図っていく必要があるからなんだぜ。うんうん。まずミサイル防衛の見直しが必要だと考えられるんだが、すぐに対応できる能力が現在はないんだな。それじゃどうするのよ？北朝鮮のミサイル開発は進んでおり、C国においては日本全土に数千発叩き込めるだけの、ミサイルを保有していると言われている状況だから、何か対応策を考えないとだ。そうよね。だからこそ、新しい潜水艦や護衛艦の開発を進めているんだぜ。海上自衛隊では、かねてから DE 近海沿岸海域の防備を担う護衛艦アブクマ型6隻の、基準排水量3000トン級護衛艦建造を計画してきたんだぜ。ふむふむ。さらに多様な任務に対応可能なコンパクトな護衛艦として、FFM という新しい艦式号が付けられた最上型6隻を建造することが決定しているんだ。なんだか、6隻って数字が好きね。どうせなら60隻くらい欲しいところだが、1番艦最上は三菱重工業長崎造船所において、2022年3月に偽装が終了して収益しているんだぜ。というか、FFM って何なのよ？ FFM という艦式号は、FF がフリゲート。対戦防空能力を有し、揚陸部隊、補給部隊、小船弾頭の護衛を任務とする艦、M 型機能機雷マインの頭文字を合わせたものなんだ。なんだ、FF の新作かと思ったわ。この海上自衛隊が、フリゲートに分類される護衛艦を保有するのは、太平洋戦争直後にアメリカ海軍からタコマ級フリゲートを貸与され配備された、クス型護衛艦が除籍となった、1972年3月以来の50年ぶりのことなんだぜ。すごく歴史的なことなのね。そういうことだ。最上型は基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0m で、全幅 16.3m に喫水 9.0m のコンパクトな艦体が特徴だ。ほほう。さらに、燃費の良い CODAG 方式の機関が採用されていて、7万馬力の主力で最大速力30ノットを発揮する性能を持つんだぜ。これは強いわね。しかも、その建造費は1隻あたり460億円とされ通常の護衛艦建造費の3分の2で済むとされているんだな。1億艦注文したわ。そして、外観上の大きな特徴としては、メインマストと設置機材等をフルカバーする、ステルスマストが採用されていることなんだぜ。なんじゃそりゃ？これは近年諸外国海軍のステルス艦でも採用されており、艦用に個性がなくなるなどとして軍艦マニアなどの間では評判があまりよろしくないのであるが、ステルス性を高める効果は大きいんだな。まあ、個性より性能ですから。さらに、艦体全体がレーダー反射断面積 RCS の低減を意識したステルス性に配慮されたデザインとなっていて、主艦体と上部構造には傾斜角があり、前甲板から続くナックルラインが飛行甲板下の後端まで続いているんだぜ。ふむふむ。また、上甲板における配置はこれまでの護衛艦と比べてかなりの変更が見られるんだ。どんな変更点があるのよ？これまでは、前甲板に設置されていた糖尿病関連の機器偽装が艦内配置とされた他には、上部構造物を左右の両舷いっぱいに張り出させて、これまでの護衛艦に見られていた上甲板の通路がないんだな。それで、どんな武器を積んでるの？搭載される兵装には62口径5インチ砲1門、RWS12.7mm 機関12機、シーラム近接防空ミサイル RIM116 1機、17式 SSM 艦対艦ミサイル4連装発射等2機、324mm 3連装単魚雷発射艦2機に加えて、ミサイル垂直発射装置マーク、41VLS16 セル1機の搭載も予定されているんだぜ。相変わらず日本の護衛艦は強そうだわ。この、最上型の特徴としては大気戦能力が付与されたことにあるからな。近年の日本をめぐる情勢から、大規模な機雷戦が発生する可能性が低減したために、掃海部隊の規模を縮小してはいるんだぜ。でも、C 国とかがまた暴れてるじゃない？ああ。だから、減らした掃海艇の分の掃海能力を補完するものとして対機雷能力が付与されているんだぜ。抜け目ないわね。最上型には対機雷戦ソナーシステム OQ911 が搭載されるほかにも、
無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV の運用が可能とされ、USV は UUV や護衛艦との間で情報のやり取りの中継を行うとともに、掃海具の曳航などもできるんだ。UUV?UUV は自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 の略で、自立で駆動と制御を行うためこれまでより、広範囲の捜索が可能となっているんだぜ。機械も自分で考える時代か。さらに、サイドスキャンソナーに高周波低周波合成開口ソナーを用いており、これにより高周波で小型ステルス化した機雷を探知し、低周波によって泥質海底に埋没した機雷を探知することができるとされているんだな。うんうん。そして、情報統合システム C4ISR に関しては、艦船運航システム艦船維持管理システム、艦内外通信システム指揮統制システム各種武器システムなどの、オープンアーキテクチャ OA 化が進められてるんだぜ。これはすごいわ。そして、最上型では小人員化も図られていて、乗員90名で運用されているんだ。同じクラスのフリゲート艦と比べてもかなり少ないわね。ああ。これは近年の少子化などの影響もあって海上自衛隊では慢性的な人員不足に悩まされているからでもあるんだぜ。海上自衛隊では小人員化に加えて女性隊員の登用を進めているものね。そうだな。現在建造を進めている艦内においては大芸型通常動力潜水艦や、この最上型には女性専用区画を設けているんだ。女性も潜水艦に乗る時代だなんて胸厚だわ。さて、最上型護衛艦は現在、1番艦最上、2番艦熊野、3番艦の城、4番艦三熊が浸水して偽装中で、5番艦と6番艦が建造中で、22隻の建造が計画されているが、海上自衛隊ではこれらの乗組員についてはクルー制を採用する予定なんだぜ。クルー制ってマクドナルド的な?ちょっと違って、このクルー制はアメリカ海軍では原子力潜水艦に採用されているものなんだ。ほほう。日本でもやはり人員不足に悩む海上保安庁が採用していて、これまでのように護衛艦と乗組員とを一体化させて運用するのではなく、クルーはそれぞれ、任務休養訓練を見施して、任務に就くクルーが稼働する艦に乗り組むことになるんだな。そういうことね。ただし、これを実施するためには同型艦の装備や操作が全て同じでなければならないのであるが、熊野型ではそのことへの配慮がなされており、現段階で後日装備の並走や装備が多くなっているのはそのためなんだぜ。日本はよく考えて潜水艦を運用してるわね。そうだな。低コストの軍艦を多目的に運用しようとする計画は、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦 LCS フリーダムや、インディペンデンスなどにも見られているんだ。アメリカでも?ああ、武装や装備をモジュール化することで、任務に合わせて組み替えることや、乗員のクルー制勤務などの推進と、コンパクト設計や省力化省人化などによるコスト低減効率化、などへの取り組みを最上型において試しているとの見方もあるしな。ふむふむ。ただ、アメリカ海軍ではこの LCS の固定並走性能の不足から、C 国海軍へ対抗するには不十分であることや、追加モジュールの開発が進んでいないこと、またそのユニットが高額なものになり調達価格が高騰したことなどから開発を断念しているんだぜ。アメリカが断念したなら、日本も難しいんじゃないの?だが、日本の場合アメリカ海軍とはその運用方針が異なり、近海防衛が主目的の海上自衛隊であれば、LCS のコンセプトに合致する可能性があるんだ。今後の最上型 FFM の運用に注目が集まりそうね。ああ、最上型は、海上自衛隊だけでなく、今後の日本の防衛戦略をも見据えたコンセプトが盛り込まれているわけだからな。うんうん、これまでの護衛艦と異なり、機雷船などそれぞれ専用の監視をも受けていた。分野の作業も可能になるように設計されている、いわば、多目的艦なんだぜ。潜水艦の新時代の幕開けでよ。もちろん、掃海艦や掃海艇など、専用艦の建造も行われているが、なかなか難しいし、自衛隊は人員不足に悩まされているのもある。そうよね。だが、その中でも海上自衛隊は、3自衛隊の中では充足率が高い部類に入るわけで、これからはさらに人員を増やすために色々な策を練ってれるはずだ。とりあえず自衛隊のアニメでもやりましょう。日本の少子化は今後も進むと予想され、また成熟国家となった日本が冷戦期のような、経済成長を遂げることは難しくなっているわけだぜ。もう伸びしろがあんまりないわよね。ああ、そのため、今後は低成長の中で、防衛費と人材を確保していくことが求められるわけだから、予算と人材の確保は今後も困難が予想されると考えるべきだろうな。なんだか、暗いエンディングになっちゃったわね。まあ、明るいニュースとしては、北朝鮮 C 国の脅威を受け、防衛費は過去最大の規模へと拡大していることだ。もっともっと防衛費が欲しいわ。ほんとだな。
前述した通り、海上自衛隊がその規模を飛躍的に拡大させることは難しいが、その一方で海上自衛隊の任務はますます増加しているんだぜ。C 国の海洋進出は止まる気配もないし、海上戦力も強化されているものね。ああ、こうした中で、日本は世界第6位、C 国の 4.5 倍と言われる広大な排他的経済水域を守っていかなくてはいけないんだ。最近は、アメリカの援助も難しくなってきているしね。アメリカ軍自体が財政難にあえいでいるからな。国防予算もギリギリでやりくりしているらしいし。だからこそ、アメリカ海軍に余剰の戦力が少ない今、日本のことは日本で守っていかなくてはいけないんだぜ。ギリギリの予算と人員をフル活用し、防衛基盤を整備するために建造されたのが最上型なのね。出雲型やイージス艦のような派手さはないが、今後の海上自衛隊を担っていく艦艇になるのは間違いないな。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは、皆さん。また次の動画でお会いしましょう。